クルンタは、ヒッタイトの王族あるいは大王、ムワタリ二世の息子、王位を追われたムルシリ三世の弟であり、王位を、いとこのトゥドハリア四世と争った。トゥドハリア四世とクルンタの間の条約を記した、聖堂版クルンタは、ヒッタイトの大王ムワタリ二世の息子である。クルンタとは、ルーイゴの精霊の名であり、割合ありふれた人名であるが、彼は別に、 ウルミテシュプという古リ語名も持っていたとされる。父を継いで大王となった兄ムルシリ三世はそのお子、ハットシリ三世に王位を追われて国外に亡命したが、クルンタは国に泊まった。彼は幼児に、ハットシリに預けられて養育されたと言われる。クルンタは、ハットシリにより、帝国南部にあるタルフン達者の副王に封じられ、またその日は、ハットシリの王妃、プドゥヘパが選ぶとされた。 これはクルンタや、親ムルシリ勢力怪獣のためであると思われる。しかしクルンタに正当な王位継承権があることに、違いはなく、ハットシリの後を継いだその息子トゥドハリア4世とは、微妙な関係にあったようである。それを如実に示す資料が1985年に、ハットシャの遺跡で発見された。制度版に、大王、トドハリアと、タルフン達者王クルンタの友好条約を掘ったもので、 クルンタがトドハリアに忠誠を誓う代わりに、クルンタにはタルフン達者の支配が保証されるという内容である。ほぼ完全に残っていた、この聖堂版はそれ自体が極めて希少価値のある発見であり、また地名や条約の様式、登場人物の人間関係など書かれた内容も筆体と額学に大きな衝撃を与えるものとなった。クルンタはしかし、 タルフン達者の支配者であることに飽き足らなかったことは間違いないようである。タルフン達者があったと推測される今夜券のハティップで1993年にクルンタが大王を名乗っている碑文が発見された。これだけならば彼がその領内で勝手に大王を戦勝していたと説明できるのであるが、さらにハット社の発掘でも大王を名乗るクルンタの陰影が発見された。 つまりクルンタがいずれかの時期、何らかの手段でハット社に、ヒッタイとの大王として君臨したことはほぼ間違いない。クルンタが大王になったのは、トドハリア存命中か、それとも彼が死んで、アルヌワンダ三世が即位する前後か、今なお学者間で一致を見ていない。アルヌワンダを継いで大王となった、シュッピルリウマ二世は、 タルフン達者に対する遠征を行って成功したことを記した碑文をハット社に残している。この碑文にクルンタの名は出てこないので、その当時彼がまだ存命だったか否かは不明であるが、直前に父あるいは兄から大王位を散脱したクルンタに対する復讐の遠征だったと解釈することも可能である。従来筆体と帝国は、 海の民と呼ばれる外敵の侵入で突如滅亡したと説明されてきたが、クルンタの存在は滅亡直前に国内が内戦状態であったことを示唆しており、従来の説明に最高を求めるものと言える。鹿を使いとして伴っており、ルミ語賞形文字では、鹿の角の形で表現される、ハットウルミーという古里語には、女奴隷という意味があるので、これは女性でありクルンタとは、 別人とする意見もあるこの秘文の文面から、クルンタが、無わたりの息子であることが、ほぼ確定した。ありがとうございます。